カナダにいるときは障害があるというかそういうこと全く気にしないで生活をしているので、日本の空港を降り立った途端に、あ、そうそう、この国では私障害者だったのよみたいな。だからまだ人の意識とか態度とかそういった面で日本はまだ伸びしろがかなりこうあるんじゃないかなっていうイメージですけど、障害のある人とそうじゃない人ってこう分けられているというか、それでなんかそこにすごくぎこちない、なんか見えない壁みたいなものが存在してしまっているっていうのが私は問題だと思ってるんですよね。パラリンピックの成功というのは単に選手たちが記録を出しました、メダルをたくさん取りましたということではなくて、それがパラリンピックがきっかけとなって社会に起きた変化が障害、一般の障害のある方たちの生活にもこう影響を及ぼして、あ、パラリンピックがあったおかげで外に出やすくなったよねとか、なんかパラリンピックがあったからなんか周りの人たちのこうなんか考え方が変わったよねっていうふうに感じることができなければ、私はパラリンピックって成功じゃないと思ってるんですね。